年表皮癌とは、上皮性悪性腫瘍の組織型の一つ。粘液酸性細胞、類表皮細胞及びこれらの細胞より小型で、形態的にどちらにも属さない中間型の細胞から、なる。唾液腺や、軌道の呼吸腺も上皮に覆われた領域の、外分泌腺、子宮頸部などより生ずる。悪性唾液腺腫瘍としては、頻度の高いものの一つである。ただし、 5年生存率は80%と良い。すなわち多くは、比較的予後が良いものである。しかし、中には、予後の悪い文化度が低いものもある。自家線に多く、小大駅線では40%は公害に生ずる。30から40代後発で、やや女性に多い。10歳以下では稀であるが、小児の悪性腫瘍の中では、一般的である。皮膜は、不明瞭で、 低文化なものでは、周囲組織への浸順が目立つ。はじめは、疼痛はないが、大きくなると疼痛と、神経障害を生じ通常を1年以内に自覚する。顎骨内に発生することもある。肺内の気管支線より生じたものは、稀な組織型の肺がんとして認識される。組織病理学的には、脳法性に拡張した線管や、不整形の線管には、 粘液酸性の明瞭な細胞質の明るい細胞が認められる。周囲には、四菌市の配列を示す扁平上皮様細胞や、充実性ホー素を形成する中間型の細胞の増殖が認められる。扁平上皮様の細胞には、核化は見られず、間質は繊維性組織で、使用皮膜は不明瞭である。ありがとうございます。